はい、タイこと杉浦太陽です。どうも、スイちゃんこと杉浦太陽です。中野ブロードウェイです。はい、はい、今回ここはコアちゃんが持っているこちらウルトラマンコスモス展にやってまいりました。コスモスの20周年でね、そう、墓場の画廊という場所でね、やってるんですけども、僕もちょっと初めてなので、そっか、まだ見てないの。そっかそっかそっか。いや、コアなんてもう何もさ、ほら、テレビでしか見てないからさ、いろいろ見たらびっくりすると思う。オープン前なんですけどね、特別に円谷さんに許可もらってやっております。はい、さあ、早速、行ってみましょうか。ゴーゴー。それでは、スタートだ。よし、行こう。チャンネル。おお。すごい。おお。すごい。ジャスティスだ。すごい。おお。ええ。すごい。音。お。音。音も。壊しも。音。音。え、マジすげえ。音があった。誰？パパだよ。すげえ、こんなコスモスだらけ。見て、めっちゃ可愛いじゃん。え、コスモスの絵本がある。あっちも、コスモス、あっちも、あっちも。すごい。これあっちも。20年に一度の。コシャ、降りな。さあ、下に。降りるか？いや、パパだ、パパ。パパ。あ、見て。コシャ、後ろにコスモスいるよ。パパ。パパがいるよ。どうあっちの、あっちね、かっこいいね。いらないそうです。残念。ばあちゃん、うん、すごくない？ほら、あっちもだ。よしです。あっちもか、いっぱいだな。あ、いっぱいあるよ、見て。あ、こんなにいっぱいあるんだ。いっぱい種類がある。ばあちゃん、ウルトラマンいっぱいじゃん。なにこれ、なにピーウルトラマン、オーロラ、ママも、まあちゃん、どれがいい？パパ買ってくれる？パパ買ってあげるよ。見て、これあれじゃない？ビックリマンチョコ。赤羽の画廊のシール。ほんとだ。だよね。コスモスバージョンじゃん。すげえ。ビックリマンじゃんけ。画廊面。こんなあるよ。こんなあるね。あ、何？レジェンド。かっこいいね。そのパパだ。あ、そうなの？いっちゃ。あ、スマホケースも。これ買えない。これ買おうかな。俺が着けたい。あ、見て。後ろメッセージいっぱいあるんだけど。すごーい。ボロガだよ。時の娘。めっちゃメッセージくれてるよ。まだだって昨日オープンした。今日7月8日なんですけど。見て、メッセージ見てくれてる。お、歴代の怪獣たち。これ何、誰が書いてるの？ファンの人。じゃあ、ごはんさん書こうぜ。あ、書いてくれるんですか？パパ、どうも。パパ、マーム、書いて。なんで辻のぞみですって。なんでって、書いた。こんなコスモスの中に辻のぞみを書き残していくの。どうも辻ちゃんこと辻のぞみです。できた。ありがとうございます。すごいね、こんなに書いてくれてる人。めっちゃ上手。パパいっぱい。潜るぞ。いっぱいだ。パパいっぱいだ。パパいっぱいだ。これ偽ウルトラマンコスモス。よくこんだけコスモスグッズがあったね。でも本当にあったし、
本当に新しいんだよ。ここめっちゃ言ってた。あ、これ知ってるよな。うわ、キーマグルト、グルパン、マグルト、リドリアスだ。あっちの。あっち？どれ？あっち。あ、これ？レジェンド。ジャスティスと合体したやつね。そうそうそう。最初はこちら。ラホーって。ラホー。ラホー。どんな気持ちなんやろな。ピグモン。あれ。あれ？アキモン。あれ？ウルトラファンファン。ママ。お、見て、ベリアル、ベリアル。ベリアル怖い。ベリアル怖いの？怖ないこれ。怖ないね。あ、ポケモンだ。コスモスの方。コスモス、俺が欲しい。あ、どうだった？え、これもいいじゃん、ゼロ。あ、これあれじゃない？銀の、銀の。あ、そうだ、ね。すごいね。なんかこれあれだね。日本昔話の中、それ見ようよ。ねえ。何？どれ？クリーナ。あ、それ欲しい。それ欲しい。欲しいの。いいの。これね、お母ちゃんもちょっと大きくなってからだね。いいね。いいの。大きいんだよ。いやー、これ20周年に息子と来れるなんて。こういうので遊べるじゃん。よいしょ、こういうのでさ、こういうのでこうやって遊べる。これ立ってる。そうそう、いるじゃん、コスモスさ、うちにさ、立ってる。え、これもそうなん？え、これもコスモス？コスモスとジャスティスと合体したレジェンズ。これも？これはジャスティスと合体した。これ？コスモスと。いっぱい買おう。めっちゃかっこいいじゃんこれ。映画全然見てない。パパ入れたってこれあって組み立てよ。あ、いるじゃん。誰のパパ？パパ、さっきの変身のやつどうなの？おはようございます。もちゅーってやって、もちゅー。よし、カバンとかこれ待って、これ何も取って。これも前家にあったんだけどな、この知り合いの子にあげちゃった。ほら、おばあちゃん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、ジャスティスです。カチュー、カチュー、シール、シール、ウルトラの女の子かけるあー、そういうこと。今いっちゃいるんじゃない？これじゃない？見てこれ。やっぱ似てるな。いいかも。昔あったんだよ。あったね。お会計お願いします。置いて、いろんな方がメッセージくれて、置いてこれ売ってないよ。あ、これ売ってんじゃん。高いんだよこれ。8,250円。向こうにもあった。はい、じゃあ合計6,000円で。あ、後ろにもある。後ろにもある。はい、はい、どこにだ。あ、はい、忘れた。こうちゃん。こうは、これいる？こうちゃんもいる？これ。いる。いる？聞いたらいるって言うじゃん。これ見せてもらおう。これあります。あ、まだあります。きれいに買おう。ママ、はい、だ。じゃあこちらからお願いします。ここが来るの、クジョコ開けてくれるって。
はい。なんか普通のよりもムキムキじゃない？自分のウルトラマンを自分で買うっていうのは不思議な。これ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 。くりゃ。うまいな。はい。な、いっぱい。いっぱいだよ。パパにありがとうして。パパあと。はい、どうも。やった。見てる。ありがとうございました。バイバーイ。引き続きコスモス店よろしくお願いします。すごいね。はい、はい、ということで、今回墓場の画廊ウルトラマンコスモス店にやってまいりました。コスモスありがとうね。あ、僕自身もちょっと20年をという時を経て、また息子との妻と来れたのをちょっと幸せになっております。ありがとうございます。どうですか？いやー、なんか違った目線でさ、今まではさ、バター君のあのバター君イコールコスモスだったけど、最近やっぱコアがさ、めっちゃこんだけ好きだからさ、うん、なんかちょっと見方が変わるっていうかめっちゃ楽しかった。よかったよ。なんかコスモス今までで一番コスモスにハマったの？いや、そう、一番見てるよ多分誰よりも見てる。だからタークがいない時間も私タークン見てるから、家で昔の俺よな。そう、すごいね。すごいね。ね、コスモス長い付き合いになったな。ありがとうね。ほら、コアちゃん、コスモスにバイバイして。ありがとう。バイバイ、ありがとうね。ありがとう。7月27日までやってるので、ぜひ遊びに来てください。はい、でさっきのほらコメントのとこもね、そう、まだちょっとぜひぜひあのメッセージボードも場所あるから見てみてください。うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。よかったね、コアちゃん。ね、楽しかったね。初めてさ、この等身大のさ、コスモス見たからさ。そうだね、また距離欲しい。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。はい、ということでね、今回は3人でコスモス展にね、来たという動画をてみました。まだ今後もね、やってるということなので、皆さんぜひ足を運んでみてください。はい、ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私とタークはブログとインスタ、そして TikTok やってますので、概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。